皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、6506安川電機の動画解説をしたいと思います。この銘柄ですね、10月の17日決算発表しまして、下方修正でね、よくはなかったんですが、翌18日はですね、出来高伴ってギャップアップで大きく反転してきてますね。で、チャート的にはこの9月の6日、10月11日で1番底、2番底のような動きで、その後10月18日高値をつけて調整してましたけども、基準線サポートから切り返しですね、ちょうど前回の9月19日の高値、このネックライン近辺がね、ちょうどサポートになってきておりますし、なおかつこの10月18日のこの高値をこう抜いてきましたのでですね、もう下方修正のやつはね、もうすでにもう織り込み済み、悪材料出尽くしのような形でですね、ここからまあ上に上昇トレンドですね、切り替わっていくんではないかなと思われますね。まあ、転換線から610円の間ですね、まあ、このあたりは基本的に買い目線でいいんではないかなと思われます。まずはこの6月21日の高値634円をですね、抜いてくる必要がありますけれども、こう抜いてくるとですね、5月2日、5月7日のこのちょっと窓がありますので、この窓埋めがターゲットですね。で、こう抜けてくるとですね、金額的な節目700円から今度はこの4月のですね、13日ですね、4月13日、一度こう戻ってきて、基準で叩かれたところありますけども、まあ、こういったところもね、意識されやすいと思いますので、700円からですね、755円がね、ターゲットになるかと思います。で、まあ、基準、転換線あたりでですね、下がってきても転換線とかね、サポートしてくれるとね、いいですけども、あとこの10月11日からのこのトレンドラインですね、こういったところもね、きちんとサポートしてくれればね、問題ないかと思いますけども、基準線を下回ってしまうとですね、せっかく一度押し目をつけて上げたやつがこの割ってしまいますので、基準線割ってくるとですね、まあ、ロスカットね、考える必要が出てくるかと思います。では以上で安川電機の動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。